皆さん、こんにちは。ただいま日照簿記1級に関するガイダンス講義を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日はですね「日照武器一級の魅力と合格学習法」というタイトルで、まあ、お時間30分ほど頂戴いたしましてね今後一級の学習なんかをご検討いただいている方々に、まあ、その一級の特性であったりとか、まあ、学習によってどういうことが得られるのとかあとはまあ合格するためにねどういう勉強の仕方を心がけた方がいいですかとか、まあ、そういったところをちょっとコンパクトにね、まあ、お話の方をさせていただくというのが今日の機会でございます。 まあ当然あのこのガイダンスご聴講いただいてる方々っていうのはねおおむね簿記の3級であったり2級っていうものを合格されてじゃあこのあとせっかく勉強を始めたんでね最上位級の1級っていうのを狙ってみようかなこんなふうにお買いがえになられてる方々がほとんどだと思います。えー、まあそうなるとですね昨今の 非常にレベルの高い2級の試験を合格していただいた方々だったりするわけですからまあ私としても非常にね <laughs> 期待大というかああ是非上位の方ね進んでいただけると嬉しいなあと思える方々が多いわけですけども。 まああのー、今申し上げました通りね、あのー、日照の簿記検定は、1級を最上位級としながら、まあ2級、3級という形でね、構成がされてるわけだけども、まあ、最近はね、本当に2級の試験が難しいっていうところもあるんで、えー、なかなかね、1級の方に進んできていただく方も決して多くない状況は、現実問題としてある。な伸び,伸び悩んでるっていうのかな。あでなおかつ、近年なんかだとね、 あの昔はね1級の受験をお,お,お考えの方々っていうのは税理試験の受験資格が必要だからっていうことで1級受験される方々も多かったんですが近年はねあの、まあ、大学卒の方々も増えてきたっていうのもあるしあとは専門学校卒の方々でも受験資格になったりとかまたはあ必ずしも1級を取らないでもね実務経験であったりとか。 あそういったあ別の技法を使うことによって税理士の受験資格を整えることもやりやすくなったという実情もあってですねなかなかあの今1級の受験生さんっていうのは数が増えないんですよ、まあ、私も担当して非常に寂しいんですけどね、えー、現実問題としてなかなか増えにくい、まあ、なおかつ2級がやっぱり今難しいですから2級で非常にご苦労された後にまに、あ、1級までっていうふうにお考えいただく方っていうのはなかなか増えないっていうのは実情としてあります。 まあその中でもね一級っていうものをご検討いただく皆さん方ね、まあ、僕としては非常に嬉しいなというふうに思うんですけどあのね一級って、まあ、どこまで行ってもやはりね公的資格でございますから国家資格のように受かったから何かができるとかっていうことが保証されるようなものはも何でもない。で何でもないんだけど、まあ、僕はね自分が一級の資格を取った時からずーっと思い起こして今でもそういう気持ちがあるのがね あのー、32 9っていうのは、まあ、特に今の2系は難しいから一概には言えないんだけど32 9ぐらいまでの話っていうのはね必ずしも経理で食べていこうと志す方々じゃなくてもね、まあ、本当に昔から言われる言い方だけどもいわゆるお勤めの方々であればやはりお勤めの会社であったり取引先の会社であったりね そういう会社の財務情報ぐらいは把握ができる状況はやっぱ作る必要があると思うんで329の話っていうのは必ずしも経理で食べていく人じゃなくてもやっぱり僕は最低限のの知識ととして持っとい,たのがいいいたがかなと思える分野で,はあるんですまあ今の29は本当に難しいんでちょっとそれを超えてるところもあるけどねただやっぱりそうは言ったって全体として考えた場合には。 まあ広く社会人さんでいらっしゃれば僕は2級ぐらいまでの知識っていうのは持っておくべきだとは思っています。それは今でも僕は変わらないで対してねあの一、ー、級っていうのはね別に社会人が一般教諭で持つような話ではないんですよ。基本的に一級っていうのはあのー、もう会計の分野でやっぱりプロとして食べていく。 これれれを試行ささるるようなな方々が受験されるべきものかなって僕は思ってて逆に言うと経理という仕事をこなしつつまあ自分でね会社の中でポジションを築くとかまたは会計事務所に転職するとか将来的に公認会計士とか税理士を受けるんだとかまあそういう方々でいらっしゃれば一級っていうのは一つ選択肢に挙げていただくべきものだと思うしねまあ端的な話で申し上げましたけどやっぱりプロを志す以上は僕は一級ぐらいの勉強っていうのはやったほうがいいと思ってるんです。 まあとはいっても税理士格なんかでいうとね実際には簿記2級ぐらいまでの勉強をやられてそのまま税理士の方にお進みだく方も非常に多いのは実情ではあるんだけどもただ僕は税理士の授業をメインで担当させていただいてるっていうのもあるんであの税理士の受講生さんにはライブの教室なんかでも結構話したりするんですよ。税理試験は税理理士士はでまず受かるために勉強しななきゃいけないけでもお仕事入られた時にはねどうしても税理士験っていうのはあの工業部記の分野っていうのはうんと弱いほとんど出ないから。 で工業武器の分野が弱いってことはすなわち一級になるとまあ出てくるんですけど管理会計論いいうのは全くないんですよでもねこの管理会計論というものの考え方っていうのは実務遂行上極めて重要な観点なんですね。で極めて重要な観点だから、まあ、皆さん方税理試験終わった後にまに、あ、機会があればねまあ別に。 資格を受けなくてもいいけども大学の公開講座なんかを使いながらでも構わないからぜひ管理会計っていうのは勉強した方がいいですよっていうお話なんかを僕させていただいたりもするんですね、それぐらいやっぱりね、経理職として、えー、経理のプロとしてご飯を食べてこうとするならばやっぱ管理の知識っていうのはどうしても持ってた方がいいまあ、これ管理会計っていうのは日商簿記2級を受けいただいた方々だったらお分かりだと思うんだけどねまあ、2級の工業簿記の分野の中でいうと1個だけ あの直接原価計算を覚えてる直接原価計算を使って損益分岐点分析とかやるじゃないあれって別に PLBS 作るためにやってんじゃないよね直接原価計算方式の PL ってのは世間様に開示できませんから世間様に開示するのは全部原価計算の PL ですから直接原価計算方式の PL ってのは損益分岐点分析を行って短期利益計画の策定のために行うとかって話なんだけどあの。 損益分岐点分析なんていうのは実はあれ管理会計論と呼ばれるところでね社内でコストを正確に管理し利益計画を実現するためにどのように事業を遂行するべきかっていうことを把握するためにやってるんですがそういう領域のものを突き詰めて勉強するのが管理会計論っていうんですよ。 そうだな少なくとも会社にお勤めになりつつ経理のプロとして仕事をしていこうと思うんだったら僕は当然持っとくべき知識だと思うしああいったものがうまく活用できるようになるかならないかっつうのがやっぱりプロの経理マンと呼べるか呼べないかの僕境目だと思いますね。あのー、正直っってああいったところが全く持ってできない,よっていう人はうん僕はちょっとプロの経理マンっていう感覚はない。 えー、まあこんなのは主観の問題ですから人によってまちまちだしまあ人っていうのはそれぞれ得意な分野があるから別に経理職の中には他にもやることいっぱいあるんでね、えー、そこの部分で特化して、まあ、僕はプロだというふうに思われるのも一つだとは思うけどただ総論として申し上げるとやっぱり管理会計のいろはの今分かんない人が「あ経理マンのプロですプロの経理マンです」ってのはちょっと僕は違和感ありますね。ねやっぱりね当然 企業というのは営利を目的に存在しているわけですから利益の増大というのは究極的な存在意義になるわけですね利益を出さない組織というのは当然のことながら少なくとも営利企業体としては不適格でございますんでまあ極端な言い方をするとそれは永続的に存続することはできないはずですまあ当たり前ですね赤字垂れ流しで20年も30年も商売続けられるわけないですから あそうなるとまあいろんなご体操なことをね最近いろいろ会社さんも掲げることがあって SDGs がうんちゃらかんちゃらとか、まあ、非常にうさんくさいね <laughs> あのおというふうにおっしゃる方もいらっしゃいますけど、まあ、そういった社会理念なものをね社会的理念みたいなものを強調されるような会社さんも増えてきてるし、まあ、そういったものを高く施行されるような方々も世の中増えてきたそれは悪いことじゃないと思う。 悪いことじゃないけども結局そういうお題目を実現するためにはまず自分の足元を固めないとすなわち利益を確保して初めて社会貢献ですからあ社会貢献ばっかり歌って,てですね利益の獲得状況はあんまりね進捗せずにまあ端的な話ですけど大した納税義務も果たさずにですね社会的理念を歌うような組織ってのはうさんくさいですよ企業が果たすべき大きな大きな社会貢献は雇用の確保と納税ですから。 あまずこれらをこなした上で社会文化活動の貢献でも何でもやりゃいいんでね逆に言うとそこら辺が曖昧なまんまそんなことを歌ったってまあ正直言ってきれいこと言ってるだけにしか聞こえないですね。でそうなってくるとやっぱり利益計画を確実に遂行するまあ予算組であったり予算執行であったり予算管理であったりこういったところの知識ってのはやっぱり必要なんです。でこういった分野を大学の講義以外でね皆さん方に積極的にご確認いただけるのは 日商募金検定などの1級とあともう残念ながら税理試験僕が担当してる税理試験はそこないですから。でねこの管理の知識を持っとくっていうのは将来的にお仕事のことを考えても非常に幅が広がりますからそういう意味では残念ながら近年少し1級の受験生さん減ってるという傾向はあるけどねあの学習していただく内容の有用性という意味では1級っていうのは全く色あせてない僕思います。 で管理会計っていうものを履修することができるって大きなメリットがありつつ、ね、さらに言うと僕が担当するのは商業簿記会計学っていうところは財務会計外向きの情報解除を目的にするんですがあ日商簿記っていうのは伝統的に1、ね、級になってくるとさまざまな会計基準の改正なんか会計ルールの改正なんかがなされた時に真っ先に基本的には1級の分野で取り入れて試験出すとこういう話なんですね。 だから今現在実際実務において大きな会社さんなんかが実務上採用している最新のルールに基づく最新の動向のものを学習していただくことができるっていうのも一級なんですだから一級っていうのは商業簿記会計学の分野僕が担当する商業簿記会計学の分野これを財務会計論外向きの情報開示をメインにするから。 PLBS を通じた情報会除をメインにするから財務会計論って言ってで二宮先生の方でご担当いただくのがね管理会計まあ工業募金を主体にする管理会計を絡めた論点をやっていく。 ね、会計全般の内向きのもの外向きのものを専門性高い領域として勉強していただくことができるのが一級なので僕は経理のプロとしてですねお仕事を進めていきたい、ね、ご自分のスキルアップを図っていただきたいということであれば図っていきたいと思われる方々であればぜひこれは一級ってのは勉強していただきたいなというふうに思ってる。で一級を取得していただくことができるとねまあ一言で言って一級ってのは難関ですから。 結構やっぱ浮かんの難しいですで人によってはなんだけど近年ね公認会計士の受験の時よりも1級の方が苦労したっていう人結構実はいたりするんですよ <laughs> 実はあのー、実はいたりするんで、まあ、僕そういう色もあるかなとは思うんですがまあそれなりにやっぱ難しいですけども逆に言うとね1級で合格しとけばその後公認会計士行ったって税理士来たって、まあ、少なくとも会計分野に対して勉強上苦労しないですよ。 余裕で受かります、まあ、僕は先ほど申し上げました通り日商簿記の講義以外には税理士の講義を担当してるんですが、まあ、僕が今まで担当させていただいた受講生さんの中で一級合格した後にね税理士権の会計領域である簿記論財務諸評論っていう科目があるんだけどこれらで何年も何年もずっと足止め食らってますみたいな人ほとんどいないです。まあ一人二人はいるかなっていうところはあるけども往々にして。 だい,たい短いスパンでシュッと受かってきますねでそれはねやっぱり一級の段階でもう非常に高度な勉強履修されてるから大多数の税理士の受験生で2級までしかやってないんですよ。で2級から税理士の勉強入ってコツ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 やっててくださるんだけどもそれが圧倒的多数なの受験生さん。ね、でもね1級終わってから来る人ってもうスタートラインで図抜けちゃってんのよ。図抜けちゃってる で図抜けすぎちゃってるから自分があんまりもできすぎるんでそれであぐらをかいちゃって勉強しなくなって最後は2級上がりの人にかれ抜かれちゃうって人もたまにいるんですけどそのままのペースを維持していけばね、まあ、正直言って2級から税理士に入られた方その方々が1級の方々を追い抜くっていうのは結構厳しい。 逆に言うとそれぐらい一級受験生さんってのは有利な状況から勉強を始めることもできるんでまあ一級終わった後ね税理士とか会計士ででもぐっと近づいいてくるっていうのが実情で,すで最初にも申し上げた通りねあのお仕事に対する幅これを広げていくとかもっと言うと本当の意味でね経理マンというのをプロとして。 プロとしてやっぱり経理という仕事を携わっていきたいというふうにお考えになるんだったらば僕はやっぱり1級ぐらい持っとくべきだと思います。で1級を勉強していただいてある程度専門性の高い部分をしっかり触れておくことによってやっぱり経理全般というのも理解しやすくなるしね、えー、全体状況の把握もしやすくなるしね で仕事の遂行においてもだいぶ多分分見方が変わってくる部分ある部あと思うよこれは僕も自分が勉強をやった時にそうだったんだけど32級でこの問題って何のためにこんなことやるんだろうと思ってたものが1級の勉強を始めるとねあこういうことかっていうのが分かるようになるっていうのは結構あったりするそれはね僕も受験勉強やってた時に非常に多かったしおそらく皆さん方にも感じていただけるところだと思います。 まあどうしても一級ってのは専門性を突き詰めます。専門性を突き詰めるってことはどういうことかというと、一つ一つの処理についての理解が重要。ね、暗記じゃないんです。なんでこういう処理が必要なのかっていう理屈を自分の中で取り込んで行かないと絶対一級レベルの問題解けないんです。 ならそういったものを皆さんにしっかり定着していただける頭の中に定着していただけるように僕ら担当は授業しますんで、まあ、同じような処理論でもやっぱりアプローチ説明のアプローチを329の時とは変えたりしますからでなおかつ深く掘り下げますんでねそういう意味では、まあ、受験募金が前提ではあるけどもより深い論点、ね、深い 形で個々の論点についての理解を進めていただくこともできるんでまあ、繰り返しになってしまうけども将来的に経理のプロとして仕事を進めていこうとするのであるならば僕は一級っていうのはぜひやるべきだというふうに思いますでそれだけね得られるものも大きいんだけどもさっきもちょっと言ったけど決して一級っていうのは楽じゃありませんまず 学習スパンがどれぐらいになるのってようで細かい話は、まあ、こちらのパンフレットであったりとかあとは私どものねホームページにも細かいご説明入ってますから是非そういったものを見ていただければと思うんですけどもちょっと皆さんパンフレットの話を一部移すとねまずこれ勉強を始めて一番最初が講義を受けていただく。ね、講義を受けていただくんですけどこれがですね まあ基本的な講義はベーシック講義なんですが2時間半の授業が66回です。<laughs> もうクラクラしちゃうでしょ。2時間半の授業が66回。これ工業簿記分野二宮先生が担当する工業簿記原価計算で33回。で僕が担当するのが33回。で半分ずっこで66回。ね。で66回授業を受けるんだけどこれね。 商業簿記も工業簿記も11回終わる都度そこまでの経過確認として一旦月例試験的に開放パいって連入れますだから基礎期の段階だけで講義が66回で当連が3回3回になるから6回ありますでここまでで純粋な基礎期インプットが終わりましてこっからあとはまあ一級総まとめってありますけどこの総まとめは基本アウトプットに近いんだね直前期の授業。 本試験直前期の授業になりますからあ1級の総まとめ講座まあ新規論点なんかをご紹介したりしますで合格登壇本試験想定した問題を実践通り解いてもらってで公開もし受けていただいて試験を受けますあちなみに1級の試験というのはご承知の方もいらっしゃるでしょうけど32級と違ってネット試験ありませんので、えー、集合式の試験だけです試験会場行って受けていただきますなおかつこれは基本として6月と11月の年2回2月の試験っていうのはないからね 1> 1級はあどうしても1級は税理士の受験資格になったりって特典がありますからかなり厳格に試験を行いますんで、えー、そういう意味でまあ6月とか11月とかどちらか皆さん方ご都合のいい方に標準を合わせていただいて、えー、受験勉強を進めてもらう。でそうすると大体授業の回数66回だからねざっくり言うと週2回ずつ授業を受けていく感じ。まあ、ある程度日にちを決めてね 月目目で受受けけよよううとか日日曜日2科目受けようとかまあこういうふうに考えてもらうと週 2, 2コマずつ勉強を進めていくと大体1年弱ぐらい勉強始めてから試験まで大体1年弱。ね、で半年で終わらせたいと思ったらその倍になりますから週4コマです、ね、まあ典型的には月目の夜受けて日曜日2コマ受けるみたいな。 週4コマぐらららい受受けけていってっっもらうと半年で学習はは終わって本試験は受けられますただもう皆さん方は分かる通りんとおり簿記っていうのは授業を聞いてもらっただけじゃ絶対問題解けるようになれませんからあ授業を聞いていただいたらそれに関するまとめ、えー、ノートなんかのまとめをやったりあとは問題集中問題演習なんかをしっかりやっていかないと駄目なんで,で特に僕が担当する商業簿記分野っていうのはさっきも言ったけど理屈。 なんでこういう処理をするのかってことをちょっと自分なりにまとめていただく作業ってやったほうがいいと思いますよ。やっっぱり個々のの理理屈がかかかからななないいいいと処てうは使にくでそういう作業も必要になるから、まあ、そこら辺をご考慮いただきながらしっかり学習計画を組んでもらってで目標とする受験日、ね、6月なのか11月なのか分からないけどもお一人お一人の状況に合ってね合わせていただいて調候計画を立案していただいて試験を進めてもらうっていう形になります。 でまあ、僕も会計領域に属する試験ね、まあ、税理士であったり一級であったり前景状況であったり建設,業や建設業経理士であったりまあなんちゃかんちゃといろいろ受けた、まあ、ちなみにこの間僕3級2級受けましたで <laughs>、ね、<laughs> うインターにも書いてあるんですけど久たぶりに3級とか2級とか受けてきましたけどまあ いろいろ試験受けて会計分野のものもねやったけどやっぱりね一番自分の中で身になったなっていうかためになったなとか面白かったなと思ったな僕の経験上は1級ですね。まあ、苦労したよあの大変です勉強やってる時はあーやっぱりレベルも高いし商業武器と工業武器って分野の違うものを深く掘り下げなきゃいけないからあの勉強はやってる時は苦労しますでも振り返ってみるとまず楽しかったなっていうのはあるやっぱり世の中知らないこといろいろ見えてくるようになるし。 でね一級ぐらいの領域になってくるとまあ本当の意味での会計って多分見えてきます。でそれはねちょっと世間一般では厳しいかもしれない普通にお仕事されたり普通に仕事している限りはちょっと見えるようにはなってこないんじゃないかなそういったものが多かったりするからまあいろいろ面白かったですね。で極端な話だけど一級ぐらいのお話をまず自分の中に取り込んだ上で例えばね まあネット記事でも何でもいいけどさ経済記事ってあるじゃないですかどこどこの会社がこういうことをやりましたとかこういう設備投資を始めましたとかこういうことをやりましたとかそういうのが出てきた時に自分ななりのの解釈が立ててられるよようなものも結構出てきますよ、まあ、今でも2級なんかの記事を見ながらそういうことをされる方もいらっしゃるかなとは思うんですがあのだいぶ1級の勉強が進むとそういうのは出てきます。 で変な言い方ですけどほら例えば日経新聞さんでも何でもいいんですけど日経新聞の記者さんというのは当然すごく専門性の高い知識をお持ちなんですがあれは万人に理解できるような記事の書き方をしなきゃいけないからあの少しねちょっとちょっと説明としてどうなのという書き方の記事って多いんですよ。ででもそれは別に知識はなないいわけじゃないですよ当然 あの,あの方々はやっぱり広く一般の方々に情報として伝えなきゃいけないんで少しちょっとこうなんつうのかなうんかみこたきすぎというかあそういう形でまあ記事をお書きになるところもあるわけです。であるけどもやっぱそういう記事なんかはね自分で勉強してる時に読むと「あれうんそう説明きましたかと」と <laughs>、ねえー、思うようなところ出てきますよ。 結構出るだ,だからって別に日経新聞に電話して「これおかしいじゃん」ってこと言ったってしょうがないんですよあ。そんなことは分かってんだって話なんですからあ,あれなんですけどあのそういうのが出てくるっていうのはやっぱり自分独自の見方ができてきてる証だと思うんだよね。ねそんなのは、まあ、勉強してる過程でねちょっと自分なりの成長を感じられる一瞬かなとは思うんだけど本当にね世の中だいぶ見方変わってきます。 あ,のある意味、まあ、一級終わったからすぐプロになれるわけではないだろうけどもやっぱりそれになるための土台が形成されるのが一級だからそういうところでねまあ単調単調でねあこういうことかこの記事ってこうやって読めばいいんだなとかねこの情報はこういうふうに把握すればいいんだなとかね出てきますよ。それがね多分自分自の成長を実感できるところでそういうのはね特に一級の勉強をやってる時は多分強い多分強い。 それはねやっぱり財務会計っていう領域世間様に情報を介する、まあ、主として証拠だけどこれと管理会計の領域同時に勉強するからでなおかつそれぞれが深いからです。これはね自分のポテンシャルを向上させるという意味では僕非常にいい勉強内容だと思ってるんで、まあ、特に近年ね最初から申し上げてる通り2級の試験がすごい難しいですまあこれなんか僕のねあの本試験の解説動画なんかご覧いただいたことある方はお分かりだと思うんですけど 何回も僕言ってますけど僕が2級受けた時の昔ね二十何年前あの時の2級とね今の2級ってもうびっくりするぐらい違うからね多分二十数年前の富田青年があのその時の2級のまあ時代が違うから生徒も違うからあれなんだけどあのあん時の僕の能力で今の2級の問題見たらね多分会計で飯食っとこうなんて思わなかったですよもうとっととやめてるああこれは無理だっつって。 えー、とてててもじゃねええけど浮かんねえつってあのー、やめてましたそれぐらい僕らの時代の時って割かしいいー,ーでしたもんでも今の2級ほんと難しいですやっぱり考えさせる問題多いしねで逆に言えばそこまで難しいものをやっぱこなされた方々であればまあ1級の勉強入っていただいても僕十分対応できるんじゃないかなっていうふうに思うんですだから例えば今の段階で僕は会計士やってみたいとか税理士やってみたいとかそういう希望持ちの方はやっぱりそれなりにね それぞれの資格が受験して合格するまで時間かかるもんだからそれは早くそっっっちちに行っちゃたがいい早く行っちゃった方がいいと思うけどもあの特にそういういい希望は今ないでも会計分分野野とか経理分野で興味がある、ね、自分のある意味これがあ生きていく場所になるかもしれないっていう感覚があるとなったらばプロとしての領域に立ち入るためにまずは1級の勉強をやってみるこれ一つだと思うんで。ね え将来的にまあこういった分野でねえ自分の能力を発揮して対価を得て生活を構築していくんだというような希望をお持ちの方であれば1級というのはね前向きにご検討いただいてもいいと思うしでそれが終わった後に後から公認会計士とかっていう選択肢をお考えいただいても何の問題もないと僕思うんで是非ね2級まででご努力された方 でそこで成果出された方々であれば前向きにね一級っていうのは勉強していただければいいかなと思うし僕はねあのー、繰り返しになるけども自分の経験上を一級やった時がそうだな一番なんか成長したような気がするまあしてんのかって問題はあるけど人間性とかは変わりませんけど <laughs> あの対象なりともこっちの分野だっていうことでね、あのー、成長したような気が僕はするんだよね。 っていうのもこれも僕前にも話したことあるかもしれないけど正直言ってねあの税理士の会計科目とか勉強した時はもう僕一挙の方が先だったんであの大して苦労してない、えー、ですよ。というのも一挙の方が大変だったから <laughs> あの税理士ってね競争試験なんで要領なんです。何が大事かをちゃんと見極めるう浮かんの簡単なのに結構。でも税理士と違って 1>, 1級ってやっぱりね公認会計士の受験生さんも来るし本域で会計やろうと思ってる人ばっかりだから、まあ、1級も競争試験なんだけどボス分母の構成要素ががものすすごく質が高いんですよこれね今でも多分そうですね税理試験の受験者に比べて正直言って1級の受験者の方がポテンシャル高いと思います僕。 別に税理士の事件数がダメだっつってんじゃないですよそういうことではなくてポテンシャルが高い人が集まるだって考えてよそんだけ僕難しい試験なんだよってこと言ってるけど別に1級取ったからって何にでもないんですよ。でしょまあ会社なんかで評価をしてくれ手当てつけてくれるような会社もありますけども直接的に1級がかったからじゃあそれで何かができますかっていうわけじゃないじゃない。独占業務があるわけでも何でもない税理士はあるけどね。そうでしょでそそうううするとそういうね、まあ 特段直接的な利益が何にもかかわらず難しい勉強をやってこられるってのはやっぱポテンシャルが高い志の高い方でなおかつポテンシャルが高い方じゃない続かないですよそれだそういった人たちが競争相手でその中で競争試験勝ってかなきゃいけないっていうのは一級ですからまあ一級の方のはが絶対的に難しいでもそれをあえて受けに来る人たちっていうのはやっぱり高い志を持ってる方々が多い。な、ね、あその中で受かるってのはやっぱ大変ではあるけども。 おやはりそれなりに魅力を感じ意味があると思われる方々が多いからこそ1級ってのは今でも試験受けに来る方が多いんだから、ね、だから僕もそれなりにやっていただくだけの意味あると思ってるんでねまあ非常に難関と言えるような近年の2級を受かった皆さんであれば是非僕は前向きに検討して,やってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で1級の1回目の授業に関してはあのこれ無料兆候ができますんで。 1>, まあ1回だけではございますけども1級でどんなことをどんなふうに勉強するのかまあ限られた30分の時間の中で僕のガイダンスでお話したって話し切れるもんじゃないから概念的な話をしたけどもおもう少しね具体的なイメージをお持ちになりたい方は是非無料兆候なんかをお活用いただいてね1級の学習領域ってどういうものなのかっていうのをね実際経験していただくといいと思います。そその上であこれだだっったら面白そうううなやってみようという風に ね、思っていただければ前向きにね一級の受験というものを検討していただいて、えー、講義にご参加いただければというふうに思いますまあ,あ今年度もねあのー、一級の講義商業募金の分野は僕の方で担当させていただきますあですからまあもしね、えー、うちの方で講義ご参加いただくということになればあいいか悪いかは別にして僕が担当ですから是非 <laughs> ねまあ教室でお会いできる日をお待ちしているよとお、まあ、教室というかウェブで 画面を通じてお話しさせていただくようなところになりますけどもね是非前向きにご検討いただいて一緒にね合格に向けて合格に向けて僕は受けるわけじゃないですけども皆さん方が合格できるように最大限僕はバックアップしますからそこはもう二宮先生も当然そういうスタンスでおやりになりますんでねえ最大限皆さん方のバックアップお役お手伝いができるように努力するようにいたしますんでね是非前向きに。 ご検討いただければと思います。はい、というところでございましてね、まあ、本当に概念的な部分でございますが、ぼちぼち時間でございますんで、今日のガイダンスはこれぐらいにさせていただきます。で、このだけど、その一級の試験制度であったりとか、 あ詳細な内容はまあ私どものこのパンフレットなんかに記載させていただいておりますしえーホームページの方でもデジタルパンフレットをご覧いただくことはできますんでぜひそういった情報なんかをご確認いただいてまあその上でお分かりにならない部分とか当然出てくると思うんで疑問点等があれば私どものカスタマーセンター等にご連絡いただいたりまたお近くにねレックの校舎なんかがある方はあお仕事帰り学校帰り等にレックの校舎の方にお寄りいただければ。 専門の知識を持った相談員の方がご相談乗らせていただくこともできますんで是非、まあ、そういったものを積極的にご活用いただいてしっかり情報を、ね、得ていただいてからお勉強の方を始めていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますはいというところでございまして以上で本日のガイダンス講義は終了といたします皆さんとね教室でお会いできる日を心待ちにしておりますんで是非前向きにご検討ください えー、ということでございまして本日のガイダンスは終了です皆さん30分間、ね、ちょっと長めの時間になりましたがお付き合いいただきましてありがとうございました是非ねよろしくご検討の方をくださいお疲れ様でございます